塚達郎は日本の政治家、鹿児島県知事を2期8年務めた。1924年、鹿児島県伊布市出身、大連商業学校を経て、1944年に天理語学専門学校を卒業。1948年、鹿児島県庁に入庁する、東京事務所長や企画部長、総務部長を歴任した。 1983年に退職して県開発公社副理事長となり、翌1984年に県の水道庁に就任。その後副知事に就任。1996年1月に脳梗塞で倒れ、執務不能となった土屋吉輝知事の職務代理者を同年5月15日から知事選立候補のため、副知事を辞職した7月6日まで務めた。 その後、土屋の公認を選ぶ知事選挙に自民党、新進党、社会党、新党先駆け、公明党の推薦を得て出馬して当選を果たす。初の鹿児島県庁職員配抜きかつ非大学卒である知事となった。1999年には遺願で入院したが、翌年の県知事選挙に出馬し、自民党、民主党、公明党、自由連合の推薦を得て、 再選を果たす。しかし2004年の知事選には出馬せず、当時の現職知事では最高齢、最後の対象を生まれの知事として退任した。県庁在任中から九州新幹線鹿児島ルートの整備に尽力したほか、県知事在任中にはマリンポート鹿児島の建設を進めた。2002年就航鹿児島上海間の定期航空路線の誘致活動にも尽くし、2003年には 九州電力川内原子力発電所3号機の増設をめぐって調査と増設は別として環境影響調査の受け入れを表明した。知事退任後の2004年に鹿児島空港ビルディングの社長に就任。なお、前任者は高齢を理由に退職している。2005年に朝日、茂光明を受賞した。2015年1月16日、脳拘束のため。 鹿児島市市会病院で死去。90歳没。ザウの名は、精神誠意。在任中に、西千国町の山下小学校前の鹿児島県住宅供給公社再開発マンション最上階のフロアを抽選なしで購入したため権力の乱用との声もあった。ありがとうございます。